山頂周辺山頂より、基礎山無役を望む神馬形山は、長野県上稲郡中川村にある、標高1445.35メートルの山、稲山地に属する、天竜古支部水系県立自然公園、新州ふるさとの見える山、長野県南部、中川村の北端に位置する、中川村民の心の山として親しまれており、 年間1万人以上の観光客が訪れる。駒金市及び飯島町との境界線付近であり、その山陽は飯島町側から見上げた時に特に雄大に映る。山頂に三角点が設置されており、標高は1445.35メートル、地理インチ図上では1445.4メートルと記載されている。山頂からの眺望に優れ、 赤石山脈や木曽山脈、日田山脈、そして岩下には稲谷を北から南まで一望できる。長野県が認定する新州ふるさとの見える山であり、朝日や夕日、夜の星空が美しく、条件によっては雲海も出現する。2002年3月には双眼式の大型望遠鏡が設置されている。山頂付近に広さ0.8ヘクタールのキャンプ場があり、 天空のキャンプ場として知られる。キャンプ場としての活用は戦前からのもので、1936年発行の旅行ガイドブック観光品などにおいて、老養婦女子も登山用意、家庭的キャンプ場として最も公的であると紹介されている。山小屋の神馬型山荘は1971年に中川村が設置した休憩所兼避難小屋を 2016年に改修したもの。この時に合わせて屋根付きの炊事場が新築された。赤い山津辻の花は毎年6月が見ごろ金傍の牧場では羊の放牧が行われている。山頂のキャンプ場まで車道が整備されており、中央自動車道、松川インターチェンジから2 1トル自動車で50分間。 駒金インターチェンジからであれば29キロメートル、自動車で60分間。JRE 打線、稲尾島駅、または、飯島駅からタクシーでそれぞれ45分間。駐車場で車から降り、山頂の展望台まで徒歩3分間である。徒歩による登山者向けとして、麓のアンフォルメル中川村美術館の近傍に、専用の駐車場が設けられている。 山腹の車道から100メートルほど外れた場所には、道回り6.245メートルのブナの居住があり、樹齢は600年を数えるという。なお、キャンプ場自体は、通年営業であるが、除雪が実施されないため、冬は路面凍結、積雪により、道路が通行止めとなる場合がある。ウィキメディアコモンズには、神馬型さんからの眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。